リングスっていう選択肢を取るわけですけど、うん、まあリングスに入ったら入ったでまたちょっと大変だったんで、うん、大変でしたよね。あのもう新日本とどうこうっていうのなくて、もう僕はもうこのこっちの道で頑張っていくしかないんだなっていうところでしたかね。でもこの収録何回か何回かというか、もう何回やってるのかわからないですけど、あの何百回やってますね。ちょいちょいこう、はい、新日本の選手もちょいちょい、うん、軽くひねってやりますよみたいなパッと出てきたりもします、うんうん、はい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 。あ、だから一部、うん、こう何ていうんですかね、批判、言う批判があると、うん、そこはちょっと噛みつきたいなと思いますね。はいはいはい、はい、あ、それが憧れの新日本の選手であっても、はい、未だにそこはくすぶってるわけですね。そうです、言う批判が。あの団体は好きですよ、はいはい、新日本プロレスっていう団体は好きですけど、個々の選手が強さを主張してくるんで、いやちょっと待って、うんうんうん、ってなりますね、うん、大事なとこですね。はいはい、そこが大事なとこです、うん、もう2回行った方がいいですね。2回何でもないです、同じこと、はい、うん、だからなんか前言ったけど具体的な名前選手、うん、もう会ったことないんで、はい、どんな選手か分かんないですけど、はい、まあ会ってあの感じのいい選手だったら仲良くなれるかもしれませんし、はいはい、その雑誌の雑誌を通じてなんとなくこう発言をした記憶があるんですよ。だからいやちょっと待ってっていうのはありましたね、うん、なんか UWF の名前を出したんですか、UK、あ、わかんない、なんかわかんなかったらそれ名誉毀損ですよ、それなんか言ってたんで、うんうんうん、いやいやいや、ちょっと待って、そういやそういやいやちょちょいですよっていうなるほどね、うん、そのちょちょいっていうのはこう何回かね、私も聞いたことがありますけれど、うんはい、うん、もうちょちょいですよ、10年経とうが20年経とうが、はい、いつだって妥協しないぜっていう、あ、前田明、前田明イズムが残ってるという解釈でよろしいですか、はい、そうですね、だから選手がその当時の発言をどっか週刊ファイトが何か残ってるんだって、うん、それ今見て、うん、僕がまた気持ちが燃え上がると、うん、あの今でもちょちょいですよっていうところです、はいはいはい、まあ、新日本も団体として見れば、うん、もう結構何代も代替わりしてますからね、うんうん、そうです、あの、うん、ただ神戸選手には何も感情ないですよ、うん、その今もう50歳、うん、あの神戸選手もあれ上なのかな、いやどちらが上なんですかね、ああ、うん、まあ同世代なんで、うんうん、まあ全然あれですけど、でもまあもしやるんだったらちょっと面白いかもしれませんね、あ、はあはあ、もうちょちょいとやってやりますそうですか、うん、まあ向こうが噛みつかないと思いますけど、うんうん、僕に、うんうんうん、まあ何だったら道場でもいいですよ、で続けますね話はい、はい、続けますねってなんかダメですよ、僕頑張って喋ったんですから、あ、そうですか、あの、そういう意味ではなくて、はいはい、その、今選手の話が追い打ちをかける、はい、ずいぶん続くなと思った、もうやめましょう、先生は別に、うん、あのなん個人的に何とも思ってないですか、はい、そこは理解いたしました、はいはい、ということで、でもこれもしかしたら、はい、ネットだと、はいはい、いろいろもしかしたら拡散されるんでしょうね、これ聞いた、あ、まあ切り取り方によっては、うんうん、あるいは田村さんのその発言の仕方によってはですね、うん、だからこう何でしたっけ、この YouTube、うん、田村さんの YouTube のチャンネルも、まあ、YouTube の中ではもう孤島みたいなもんじゃないですか、うん、そうです ね, ね、はい、なんかこうタイトルにしてももっと再生数を上げようと思ったら、うん、例えばですけど前田明に物申すみたいなことをバンとタイトルに出したりとか、うん、わざと炎上させるようなタイトルを、ね、出したりとか、うん、でそういうものもなく、うん、ラジオ感覚でお聞きくださいと毎回やってるので、うん、まあ炎上はしないとは思いますけれども、うん、本当 YouTube 界の中ではもう孤島ですよね、ちっちゃい島ですか、孤独な島、孤独の孤立した島みたいな、はい、孤島、そういうの何でしたっけ、なんかあの島ありましたね、あ、言葉すぐスッと出てこない、離れ小島ですか、違う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 、
なんか国の名前。国？あの国の名前じゃないわ。何ですか？ちょっと一回止める。止める。ガラパゴス。ガラパゴスね。ガラパゴス諸島。はいはい。まあよくガラ系とかも言われてましたよね。ガラパゴスとか。はい。え？ガラ系？はい。昔のガラ系。そういうことですか？もう世界では使ってない。うん、なんか日本のまあまあいいや。そうガラパゴス。孤島ですよ。なるほど。YouTube 界の。うん。これこそもう孤島。孤島の何でしたっけ？選択？孤島の天才。ああはいはいはい、なるほど、ここですか、ね、はい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 、うまいこと言おうと思ったらグダグダになりました。はい、どうしますか、はい、これもうプライドだ、プライド、あのあ新日本の話ですね、はい、 UWF U インターリングスプライド、うん、もうプライドの頃にはもう新日本って意識はそれこそないんじゃないですか。そうだね。でもまあ、プライドが出てきて、やっぱもう新日本プロレスの選手も、出場されたりして。うん、まあ、藤田選手、石澤選手はじめ、うんうん、まあ、中田選手もプライドではないですけども、総合でヒョードルとやったりとかありましたけどね。だからまあ、そこはね、僕、今思うとすごいなと思いますね。うん、はい、その出場。はいはい、石澤もあったな。うん、石澤ともなんか僕揉めてませんでしたっけ。表だって揉めました、揉めてないかな。あ、確かに話をしてると、うん、その金本石澤っていうワードには、うん、ちょいちょいっていうのが出てきたりしますよね、うんうん、なんかでもね、僕業界では石澤選手より先輩なんですけど、うんうん、なんかどっか会場だとちょっとすごく距離感を感じるんですよね。あ、そうなんですか、うん、感じるから、 あんまりこっちのことをよく思ってないんだろうなっていう雰囲気はなんか醸し出してる感じはしますね。メールしてみたらどうですか。メール、知らないです、メール。私のことをどう思ってますか。それ何ですか、なんか面白い。いや、元ネタはないです。ないんです。何もないです。いや、別に、どう思われると構わないんですけど、全然いいです。あ、そう、プライド。だから、はい、まあ、石澤選手とか、藤田選手とか、うん、もちろん永田選手も出てましたし、うん、まあ、そこは、プライドではないですけどね。はい、あ、そっか、はい、まあ、総合格闘技出てましたけど、はい、そこは今思うと、うん、もうすごいなと思いますね、うんうんうん、やっぱりすごい勇気もやっぱりいるでしょうから、うん、はいはい、今思うと尊敬します、うん、僕が30代の頃はそうは思ってなかったんですけど、うんうんうん、今振り返る50代になって振り返ると、うんうん、いやすごい素晴らしい選手だなっていうふうに、もう永田さんもそうですし、うん、やっぱりこれね、やっだからこそ経験できるっていうのはあるんで、うん、うん、ただまあプライド時代、プライドができて、そういうもう格闘技プロレスっていうのがちゃんと分かれる時代になってきたので、うん、まあそんな時代ですかね、うん、そんな時代ですかね、でいい感じですか。よくないと思う。よくないですね。だから新日本プロレスに対しては別に、うん、今は別に何とも思ってない。まあそうですね、まあ、もう全然別物といえば別物ですから、うんうん、そうそう別物ですから、うん、今だって例えば、今の新日本の選手が田村さんと接点を持つっていうことはあんまり考えにくいでしょうし、プロレスのスタイル自体も全然違うでしょうから、うんうんうんそうね、まあだけどちょっとその辺ってもう猪木イズムとか、うん、その僕らがやってきたその UWF の、うん、そういう気持ちだったり心意気だったりが、うん、なんていうんですかね、そういう選手がもう全然少なくなってきてるんで、うんうんうん、まあこれでもね、逆にビジネスの観点から考えた場合は、うん、それはプロレスというのもエンターテインメントなのだから、うん、リングの上も、うん、お互いの意識でもって、うん、こう完成度を高めていくって言ったらいいんですかね、うんうんうん、でお互いの意識の中で完成度を合わせていくような試合が多いと思うんで
ですよ、多くなってると思うんですね、うんうんうん、ですからそこに、まあ、よく言われるその戦いのあるプロレスだとか、うんうん、っていうのはもう今の選手とか関係者からしてみると、うん、なるほど、それ何美味しいの、うん、っていう感じの部分もそういうことですよね、あるとは思うんですよね。だからまあちょっと時代が違うんですね、うん、もう簡単に言うとね、だと思いますよね、うんですからまあ今の新日本とその昔の新日本が違うというのもそうでしょうし、うん、プロレス感自体もどんどん変わってきてはいると思うんです。そういう中で、孤島ね、孤立した島にいる田村さんにはますます興味が出てくる。ガラパゴス孤島ですか。ガラパゴス孤島じゃないです、ガラパゴス諸島ですいや分かってますよ、分かってた、いやボケですよ今、孤島っておっしゃったからガラパゴス孤島って、はい、言い直したんです、はい、これ1時間喋りました。切りましょうか。切れてないですよありがとうございました。